オットボール三等軍曹。うわあ、その呼び方はやめてください。デイさん、お久しぶりです。はい、ミホ、また戦うことになったわね。フェアプレイでいきましょう。はい。私たちは全国大会1回戦で当たった時より大幅に戦力アップしてます。もちろんチェック済みよ。楽しみにしてたんだから。ちょっとくらい戦力が増えたからってサンダースの戦力に勝てるのかしら。アリサさん、相変わらずだよね。きっと私たちのこと好きなんだよ。そっか、好きな子をついいじめたくなっちゃうあれなんだ。そんなこと言っちゃ悪いよ。教科書に選手取り上げられそうになった時助けてもらったじゃない。困った時は助けてくれる。わかった、アリサさんはツンデレなんだよきっと。いきなり何言い出すのよ。ステイクールよ、アリサ。威嚇するのは良くないよ。どうしたの、さき。アリサさんが指さして何かあった？ツンデレって何だって。あんたも蒸し返さなくていいから。ほら、いつまでもじゃれてる場合じゃないよ。試合始めましょう。ハリアップ。はい、すみません、よろしくお願いします。ルールは特別なものとなっているから注意してね。お安いご用よ。それでは試合を始めます。進むわよ。様子はどう？ファイヤー！かわいそうだけど仕方ないわね。装填完了。かわいそう。
ても仕方ないものね。さあ、ワオ！ソーリー、敵をロストしたわ。いったよ。試合終了。やっと勝てましたね。グッドファイトだったわ、ミホ。はい、今日は完敗でした。ありがとうございました。私たちも負けっぱなしというわけにもいかないからね。勝ててよかったよ。どう？約束通り倒してあげたわよ。コテンパンにされた気分はどう？いやー、参った参った。コテンパンにされちゃったよ。というわけで次は私たちの番ってことでいいよね？オフコース。アンジ、楽しみに待ってるわ。私はあんなにたくさんのシャーマンをまた間近で見られて感激です。いつでも見に来ていいよ。サンダースはいつでも誰でもウェルカムだからね。ありがとうございます。でもサンダースのご飯は大変なのでちょっと心配です。何が大変なんですか？はい、ハンバーガーもピザもステーキも美味しいんですが、量がこちらの倍以上あるんですよ。カロリーが怖いわね。ケーキの色も青とか紫とかびっくりするような色使いですよ。それは本当にケーキなのか？え、派手でいいじゃない。味は変わらないんだから面白い色の方がいいじゃない。ケーキはともかく、みんなで遊びに来るといい。学園館の案内ならいくらでもするよ。今度はみんなで金の延べ棒を取りに行こうね。オットボール。はい、今度はティーガーをぶち抜いてやりますよ。ケリー二等兵殿。ナオミさん、二人とも何の話をしているんでしょうか？ま、二人とも楽しそうなんだからほっとけばいいのさ。この勢いであと2戦ガンガン行きましょう。なんかアンチオみたいなことを言い出しましたね、隊長。オーケーオーケー、確かに勢いも大事ね。でもそれだけで勝てるほど戦車道は甘くないよ。もちろん分かってます。ナオミ、次も油断しないでよ。はいはい。待ってなさいよ、ハリウッド。サンダースレッツゴー。頼もしくなってきたわね。